上げていきますね。混ぜ混ぜ。これ何思いますでしょう。最高。はい、はい、ということでということでね、今回は、はい、ハワイで買えるお土産をご紹介していきます。結構お土産って時間かかるじゃないですか、はい、せやな。考えるのもやし、買いに行くのもやし、でやっぱり旅行って、まあ、ただでさえもう時間少ないやん、うん、自分たちの時間、はいはい、なので今回のこの動画を見てもらえると、もらう側もあげる側も納得できるっていうのと、自分たちの旅行ももっと楽しめるっていう風になるかなと、はい、思います。それではいってみよう。はい、じゃあ、はい、早速一品目、長男がおすすめするハワイのお土産、はい、一つ目はじゃじゃん、マウイクッキー。マウイなんや、オアフではない、ないんや。そうなりますね。でもね、これもう実際結構何個も食べてるんですけど、めちゃめちゃ美味しいんですよこれ、うん、あ、ちなみに今回ご紹介するお土産はこれ全部ドンキで買えるお土産となってますので、はい、はい、もうどこも移動しなくていいです。もうドンキに行くだけ、行くだけです。ドンキだけ行ってください、行ってください、はい。今回これ2種類買ってきたんですけど、まず1個目がオリジナル味のこちらのショートブレッドっていう味、これが僕はいっちゃん好きです。美味しいな。食べたことあります？あるよ。あります？ちょっと塩辛い感じだな。そう、ちょうどいいね、塩加減と。おいしいわ。で、今回はそれともう一つこちらのコーヒーマカデミアナッツ味をちょっと買ってみました。最後、はい、これコーヒーと飲んだら最高やん。最高、最高やな。最高。じゃあ早速ちょっと揚げていきますね。はい、じゃあちょっと焼きます。はい、うわ、うん、あ、これや、これやな。ほんまにおいしい。ちなみに今から僕ら紹介するお土産は全部5ドル以下やな。うん、全部5ドル以下です。一口これ食べて、はい、ちょっとこう好評ね。こんな感じですね。あ、ちょっといただいて、食べて食べてみる。うん、うん、うん、これや、いいね、サクサク。クッキー1でこれ3ぐらいいただいて、うん、最高。あー、最高、最高、はい。ということで、はい、長男ゆうきがおすすめするお土産、こちらのクッキーズのマウイクッキーでした。はい、ありがとうございました。続きましてね、はい、私、次男が用意したのはこちらです。はい、でこれ何なのかというと、まあ、皆さん多分ご存知と思うんですけど、グアバジュース。おー、知ってますか？はい、はい、知ってます。大好きです。そう、グアバジュースをパウダーにした。おう、もうこれもお土産で持ってこいですよ。最高やな、これ最高や、最高で。しかも Just add water、 もう水を入れるだけ、簡単、簡単で、俺は思うに、うん、お酒好きな人とかは、うん、ボッカとかで、おで、この家でカクテル、おしゃれ、味わえる、おしゃれするやん、味わえるんですよ。なるほど、いいね。ってことは自宅でハワイを感じられるって、ええやん、ええー、ごっちゃ、ええんですよ、ええやん。で、はい、他にも種類あったんですけど、今回僕が用意したのはリリコイパッションと、このこちらグアバです。で、これなんで僕がこれいいのかというとね、うん、まず一つ目安い、うん、で、二つ目かさばらないんですよ。確かに、いいっすね。で、これ確かにな、これです。こんだけのスペースだけ開けといてくださいってことやな。そう、もしこれが缶やったとしたら、うん、もうこれやん、これやな。確かにがもういっぱいバーってあるから、はい、重いしな。そう、でこれ安いしかさばらない、うん、お土産に持ってこい、大事、大事ですね。こういうことなんですよね。はい、なるほど。っていうことで、はい、ちょっと今から、はい、シーンシーン、このグアバの方をね、シーンシーンしていきたいと思います。はい、それでは、はい、お水とコーヒースプーン、はい、と用意しまして、はい、されてるね。実際に作っていきたいと思います。お願いします。行ってみましょう。こういうのって大体なんですよね。はい、大体2杯ぐらい、とポッと入れまして、はい、混ぜ混ぜ、おお、混ぜ混ぜね。じゃあ、
はい、完成しましたんでね、はい、ちょっとシーンシーンしていきたいと思います。はい、お願いします。いただきますね。うん、もうグアバです。ほんまにあの缶と一緒や。おお、うん、おいしい。どれ、あ、もうあれはグアバやな。匂いはうまい。ハワイ。じゃあせっかくなんで、うん、うん、おいしい。ハワイ、グアバ飲むとさ、ハワイ感じられる。ハワイにいるみたいな。ハワイにほんまに、まるで、うん、これおいしいわ。夢気分やな。セーフ、セーフ。そう、いいんですよこれ。いいですね。三拍子、安い、かさばらない、うまい、おいしい。ベストですね。ベストです。ということで、僕が紹介したのはハワイアンサンのジュースのパウダーでした。おすすめです。はい、はい、続いてですね、はい、三男マイキが紹介していくのはと、ダダン、こちらです。ドン。はい、これ何思います？これ何、これ何思いますでしょう。こちらはフライドポークスキン、言うたら鶏皮みたいな感じです。カリカリの豚皮なんです。豚皮みたいなんですね。そうです。ちなみに名前はチャオスヤン、チャオスヤンっていうやつなんですけど、ほう、なんでこれを僕おすすめするのかというと、うん、まずね、もうメイドインハワイってね、ガッツンって書いてるんですよ。もうしっかり、うん、分かりやすい。ほんで結構俺ら世代だけでハワイに来る人たち多いと思うんですよ、卒業旅行とか。はい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 。まあ、何旅行か分かりませんけど、うん、なんかお父さんとかに買っていきたいなーっていう時あるでしょ。けどなんか無難にチョコレートとかちょっとありきたりになって、はいはいはい、まあ言ったらつまみみたいになるんで、こういうのお父さんに買っていったらいいかなと思います。お酒好きな人はこれあればお酒が止まらない、これも止まらないっていうことで。ほんまに止まらんのか。早速、いい、食べていっていいですか。楽しみやわ。食べていいですか。おー、これ内戦イージーでドーンと、ドーンと。それではね、はい、いただきたいと思います。おお、おお、うん、ビール欲しいじゃん。ビール、ちょっとビール飲んでいただきます。はい、うん、おお、うん、あ、もっとうまっ。うまい。これやばい。僕はね、まだ食べたことないんですよ。いただきます。いらっしゃい。おー、うまっ。うまい、うまいな。これな、止まらんね、ほんまに。うまい、うまっ、最高。うまっなんかやんねうまいわ。これはね、いいな。冗談抜きでうまい。これこれもドンキに行ったら買える品物なので、結構お土産には喜ばれるかなと。ということでね、はい、三男マイキが紹介していったのはチャオスヤンフライドポークスキンですね。つまみに最高です。最高です。最高でした。はい、はい、ということで、はい、今回はハワイのドンキで買えるお土産3つをご紹介しました。はい、はい、やっぱりね、旅行に来てもらったらやっぱり自分たちの時間を存分に使っていただきたいので、うん、ちょっとでもね、お土産の時間考えたりとか、はい、買いに行く時間減らせたらいいかなと思ったので、はい、今回はお土産の方ご紹介しました。なんかお土産でそんなお金も使ってられへん。お金と時間ですね。お金と時間、コストパフォーマンス重視して選んでみました。まあ、もしこの動画が好評だったらね、またパート2とかも撮っていきたいと思いますので、はい、この動画が少しでも良かったかなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録とコメントお願いします。はい、いい感じ。伸びんで、これ伸びる。
まっ。うまいわ。マジで酒やったら最高や。初めて食ったわ、ほんまに。おいしい。最高。ほんまに止まらん、これ。小指にもすごいし、ちゃんと。すごい音が。しかもこのライト感がいいよね。うん。食いすぎたらライトじゃない。ヘビーになってる。うん。美味しい。今度これで作るお酒とかやってみて面白いかも、うん、ああ、コーヒーで我慢我慢。うん、お疲れ様でした。うん、お疲れ様です。